火曜日 FESN Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年8月4日火曜日、本日で第15回目、司会を託し沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊橋茂太が務めさせていただきます。ついにリバイバル DVD が発売されました。 FESN の5作目 The Bootleggers、 ボーナス映像として新たに制作されたリミックス作品が収録された今回の DVD、 早速発売されたばかりのこの The Bootleggers のリバイバル DVD をご覧になった方の声をどうぞ。ブートレッカーズ自体はもともと昔にずっと見てたんですけど、ボーナスの新しい方、あっちがもうかなりやられましたね。まあボーナスだよね。20年ぶりの見たことないやつ、まあ自分も含めだけど、4326で撮ったのに使われてなかった映像、あれどうしたんかなってずっと思ったけど、ここだみたいな。尖ってた時代の20年ぶりに見れたのはちょっと嬉しかったですね。がっつり作ったなとか思って、しかもすげえ濃いっていうか未使用があれだけあったっていうさ、映像が、まあ、20年前の映像やん。古い映像やけどすごい新鮮で、こんなんあったなみたいな感じで、でも多分自分の中でもこれ服装が嫌やとかそんなんで排除してたやつなんやろうなっていう、やっぱ今見たら新鮮やったっすね。音最高でしたね。当時は知らない若手と2人で見てたんですけど、2人とも音でまずこうぶっ飛ばされてみたいな。音が超かっこよくて、曲のなんかメッセージ性とかも考えることいっぱいあるし、そう、最後鳥肌立ったのが一番終わった時、ちょっとジーンってきちゃったっていう。ブートレッカーズを初めて当時見た時の感覚と同じ感じでしたね。僕はボーナスをぜひみんな見てほしいなみたいな感じでしたね。さて、今月のリバイバル DVD のリリースは2005年発表の FESL の6作目 Behind the Broad です。2001年の The Bootleggers 以来、約4年の沈黙から FESL のセカンドステージのスタートとして発表された Behind the Broad。 今回の燃える火曜日ではこの Behind the Broad という作品に迫ります。皆様どうぞ最後までご視聴ください。4326出た後はね、全然なんか関わりがなくなって、スケボー関連のその記事が出てる雑誌とかにも、その森田貴博があんまこう見られなくなってたんだよね。その森田貴博の動きっていうのがなんかこう全然伝わってこなかったから、スケートやってんのかなとかね、結構ビデオ作ってんのかなとか思ってた感じだね。もう4326作ってる時点で次絶対アメリカとか世界行って、で4326の規模を世界でやってやろうってすげえ思ってた。それが次のステージの幕開けっていうか、 We beat this thing. We kicked it down on the ground. Come on, work thing. So I said. It refused. It's quiet right now, actually. But once it gets the tape, you turn it off, you work it again, you know what's gonna happen. たまたま多摩市に珍しく滑りに行った日に、もうあのボックス一面に全部こうステッカーかフライヤーかなんかで埋め尽くされてる時があって、おお、なんだこれって、でよく見たらなんか、あ、FSN だって、で、そのビハインド・ザ・ブロードって書いてあって、そう、なんか始まるぞみたいな、森田隆弘、FSN が動き出したぞみたいな。まあなんかあんまり教えたくなかったね、アメリカ行ってることとか、アメリカで撮影してることっていうのは、ちょっとなるべく知られたくなかったな、誰撮ってるかとかも知られたくなかったし。でその後に確かカームのライブ DVD とかブルーハーブの音楽の方の作品も作ってたしか、スケートとブルーハーブを撮影するっていうのが自分の中で一緒だったのよ当時。だからなんかまあ当然ライブやれば撮るっていうような感じで、で2000年代そのブルーハーブの仕事を中心にしたその音楽の仕事を、そういう活動してる最中にできたのがそのビハインドザブロード。一番最初試写会だったと思うんだけど、で僕その時なんかビデオカメラを僕も買って、なんか周りの友達撮ったりとか、前から好きだったからなんか作ろうかなと思ってたんだけど、今まで見たスケートビデオってやっぱ本当普通のスタンダードなというか、スケートのシーンが出てるスケートビデオっていうのが多かったから、メイクする前だとかいろいろプロセスもあるし、なんかそういう面白おかしくそういうの出せたらいいなって思ってて、そういうのやろうって思ってたんだけど、その試写会行って見た森田くんのやつが、もう僕が作りたいなって思ってたのが100倍ぐらいもうすごいやつで、あ、もうこれダメだと思って諦めた思い出があります。打ちのめされた感があったっす。
その今までのこうスケートのストイックな感じじゃなくて、こうスケートプラスアルファ中野の裏側っていうか、こう仲間たちをフィーチャーしたなんか笑いとかユーモアがあって、またちょっと肩の抜けたっていうか、いい意味でなんかバランスの取れた作品だなっていうイメージですね。それまでその4326までのあの作品の印象はやっぱり結構その作り込んでる、毎回毎回もう自分の限界に挑戦して、まあ、シリアスなっていうかね、そういう印象だったんだけど、ビハインドを見たらね、なんか急に遊んでるなみたいな、なんか今までのそのシリアスなテイストと違って終始遊んでるなみたいな、ね、確かにね、考えてみればね、スケートってシリアスな時もあるけど遊びを忘れちゃいかないのかなっていうね、もう確かにそれでちょっと思ったっていうのもあるね。まあ、俺海外行ってたじゃん当時、もう確か2005年だから、もう毎年1回ずつ3ヶ月ぐらいの旅をしてて、海外に行って帰ってくるとやっぱ地元のなんつうの、ずっといたら分かんないことも分かるようになるっていうか、変化、そのたかだか3ヶ月しか いないだけなんだけど、でも3ヶ月でだいぶ人は変化するし、案外街も変化するしっていうのをこう続けてくるとね、なんか改めてやっぱ地元のその仲間の面白さに気づいたり、その仲間とのこの距離感があったりとか、すごい近い距離感、ユーモアがすごいあって、なんかライダーの例えばなんかユキちゃんとかすごい面白おかしく映ってたりとか、ユキちゃんがなんかすげえなんだろ、すげえ邪魔だよみたいなこと言ってるシーンがあって、多分中地君とかになんか言ってるのかな、なんかステアがなんか飛ぼうとしてんだけど、そのシーンが何回も繰り返されてて、中野にいるスケーターのキイチってやつが作ってたビデオで、ユッキー&フレンズっていうビデオがあって、俺大好きで、そのめっちゃハマったの、キイチのビデオスタイルをまんまサンプリングしたね、あのつうかもうキイチの作品からこう抜き出して使ってるね。ヤンマーがガタガタのとこドロップするところとか、カメラ持ってる森田くんがすげえ笑っちゃったりとかしてて、ね、これいけですか、まあ、大丈夫お前見る気をつけ見る気をつけろよお前、見えるは気をつけとけ。あとなんかミット君がレールに挟まっちゃって、今ゴング鳴りました、さあゴングが鳴った、おっとガッチリ、ネタの音の合わせ方とかさ、素材に合わせる感じとか結構完璧すぎちゃって、外すことは無理、ビハインドでやったああいうやつは茶化してるわけじゃん、結構なんか真面目にやってるやつのことを茶化したような編集してたりとかするわけだよね。でもそこが笑いとして、なんていうの、こう笑えるっていうかさ、悪魔のような視点、ここでこれ入れたら痛えだろうなとかさ、これでこれ言われちゃったら結構きついよなっていうようなさことをさ、笑える範囲でね、そういうまっすぐな純粋なまっすぐだけな目線ではない、なんて言うんだろう、まあ悪魔の目線だよね。ほんとビハインドじゃないけど、スケボーでメイクしたシーンだけじゃなく、その前後とかもいろいろ出てて、面白おかしく、でも結局かっこよく切り取られてたのが、これはもうかなわないなって思ったっすね。モリちゃんのもうワールドの全てがこう集約してる感じが、日本のスケートビデオって多分そこまで当時にいろいろ出てる中でも、そんなにその遊んでる作品っていうのは多分あんまなかったですもんね。そうそう、ひたすら遊んでるみたいな、なんかそのなんかちょっと新しさも感じたし、なんか またやっぱり新しいことにチャレンジしていくなっていうのも感じた。サバイバル DVD の個人の皆様方のご協賛の募集に関しまして、引き続き6作目ビハインドザブロード以降の作品への協賛を募集しております。ご協賛額は DVD1 作品につき税込み1万円です。ご協賛いただいた作品の DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESL のネットショップにて受け付けておりますので、ぜひ皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。
次回8月18日火曜日の放送はビハインドザブロードの制作秘話に迫ります。次回もご視聴よろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。